さあ始まりましたワンファイブバイブス。イエーイ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 ありがとうね。はいはい、めっちゃまだついてる。ちょっとちょっと前回のねあの撮影でちょっと、ま、僕がはしゃぎもありまして。寄ったら、あと、あ、寄ったら猫さんみたいだよ。え、猫さんみたい、猫さんみたい、おひげ、猫さんみたいなの今俺、うん、おひげになってます。寝起きのおじさんじゃなくて枕のとついた猫さんなの。嬉しいな、ありがとうね猫さんいただいて。さあということで、まあもうすっかりね、はい、まあ、オンエア上でも10月で、はい、秋になっておりますけども、はいはい、秋といえばみたいななんかありますかグミちゃん。仮装、うんうん、あー、はい、ハロウィンのね。うちらハロウィン大好きだもんね。ワンファイブガチ勢なんガチ勢です。あの渋谷のセンター街のあの終わってる人たちと自宅で本気か、はい、やかんなやと思うの。3年後には渋谷で暴れちゃってる。いやーなんだっけ、怯えるってなんだろう。怯えるはわけわかんないけど、まあ他にもあるじゃない。キャノンは、キャノンはいつも通りの秋。あ、別に感じないよと季節がどうであろうが。あ、でも一番好きな季節が秋なんですよ。あ、そうな。栗とか芋とか。じゃあ食欲じゃね。あ、食欲の秋じゃね。食欲は別に。あ、食欲一回その嘘ついたブレないよ私はみたいな。食欲よな、そうなってくるかな、ね、はい、さあということでちょっと皆さんにはですね、ちょっとなんていうんかな、まあ、言い方、言葉選ばないですよ。ちょっと額が足りてねえんじゃないかと。あ、慣れた。感じない、この知的な部分を感じたことがない。ほら、今もまさに、あーとかもう、おバカだから。今はまだね、若くて可愛いからあれだけど、40歳、50歳になって、あーってやってたら。やだろ、怖いだろ自分でも。ちょっと怖いね、ちょっとそれは。さあということで今回は皆さんに秋にまつわるクイズを出してお勉強をしていただきたいと思います、はい、そして優勝した方には、はい、スイーツを、うわー、スイーツを用意しております。好き、スイーツ大好き、甘い、甘いの大好き、みんなで言うか、せーの、甘い。ルールは4人で対決する個人戦の早押し、はいはい、挙手制でね、はい、でクイズは秋にまつわる問題を出します、はいはい、もう回答は何度しても構わないので、はいはい、で一番正解数が多かった1人だけにスイーツを、はい、そのスイーツがこちらでございます。かのちゃんが好きそうなものに全部の、あ、むっちゃいい香りする。むっちゃ、すごい。2020年から、名前が変更となった、今年は10月9日の国民の祝日の名前は何というでしょう。これ当てちゃっていいですか。私もわかる、これ10月9日、はい、あら早いもんちゃん、はい、当てちゃっていいですか。はい、はい、スポーツの日。あ、ごめんごめん、間違えた。全然そうだよ、めっちゃ合ってる、めっちゃ合ってる、さすが。あ、もうみんなわかった。あ、はい、はい、トークの日。あれ、10月9日で、10が10で、く、トーク、当たり、これがそう。まあ、ちょっと早押しだからね。はい、あれ、これもう正解出てんの。正解出てんのに関わらず、はい、はい、10月9日は渋谷の真ん中の日。109、すごい、すごい、ルミちゃん以外1ポイント。グミちゃん普通にただ遅かっただけだから。秋の味覚で有名なサンマ、実は人間が持っているあるものがありません。え、それは何でしょう。人間が持ってるね、まあ早いね、もうちょっと。何でしょう。爪。指がないからな。そもそも指がないな。あ、ちょっとキャノンが早かったかな。骨。あ、いや、あるじゃん、あるある。食べるときほら骨きれいに残ってるとかある、ね、食べたことある。食べたことあるよな。はい、グミちゃんいきましょうか、はい、コンプラ。
いいね、いいね、稼いでかないと。そうよな、はい、確かにコンプラないもんあいつら。もう体のこの内臓のね、もう絶対に必要な、だってタルト食べたいもんね、はいはい、でもサンマはタルト食べれない、はいはい、うわー同時だったけどちょっとキャノンの方が良かったかな。超あー今いい感じみたいになっちゃうよね。超だとね。え、変える違います。ご飯食べるときに、はい、ももちゃんいい。あーっとひらがなだと分かりづらいけど、ひらがなだとなんか毛が2本みたいになってるけど、そう、いでございます。そうなんだ、そのまま聞いて。そう、なんか何なんだろうね。すごい、栄養吸収しないっていう。確かに。理由はそれぞれググってください。あ、はい、あ、知らないか。はい、秋になると見かけるもみじ、もみじ、実は人間と同じあるものを持っています。それは何でしょう。これはね、これだけだと、まあ一回ノーヒントでいきますか。はい、グミちゃんいきましょう。コンプラ。モミジってコンプラ持ってるの実は。でもまあそっか、はい、いいでしょう、与えてあげましょう。はい、そよちゃん。皮膚呼吸する。あ皮膚がないからね。あはい、はい、キャノンいきましょう。指紋。あーだから、そう、指がないからね。はい、ももちゃん行きましょう。産毛だから、皮膚がないからな。いや、これむずいよね。いや、ヒント出すわ。それが分かることで、こういう性格だよねみたいなを決めつけれちゃうみたいな。はい。あら、もう書いてる。はい、はい、そよちゃん行きましょう。MBTI。 MBTI? 性格診断。性格診断。診断。さあ、違います。さあ、どっちが、どっちが良かった今。あ、譲るの。あ、はい。エロ、素晴らしい人間性。やった、素晴らしい。モーちゃんいきましょう。はい、ノー。あー、性格だからそういうことじゃないんだよね。はい、じゃあ譲った海ちゃん。血液型。正解。素晴らしい、ね、譲るわ、当てるわ、はい、いや、私が当たってると思ったんで譲りました。うわ。じゃあさっきの取り消しだった。性格が今良くなかった。はい、血液型があるそうで、赤のもみじは O 型、黄色のもみじは AB 型っていう、ね、血液があるんですか、ね、型っていうことですか。いや、ググってください。気になる。花、お花だけではなく、キノコにも花言葉があります。はい、では、松茸の花言葉は何でしょう。松茸、キノコ、なんていうの。あら、はい、もんちゃん早いね。はい、花言葉何でしょう。香気。あー、この松茸のね、この香り高い感じとかね。はい、はい、違います。ヒント、ヒントは、松茸ってさ、高級品でさ、なんか俺は松茸だみたいな感じの逆、で、あら、もんちゃんいける。はい、はい、花言葉は奥ゆかしい。あー、いや、そっちだよね、奥ゆかしい。あー、いける、キャノン。はい、のっぺらぼう。どうした。なんだあいつ、好き勝手しやがってよ。失格です、あなたは。一回休みですもん。いや、嘘やん。じゃあスポーツで、出てレギュラーじゃない人をなんていう。はい、はい、はい。あー、いけるか、いけるか、グミちゃんいけるか。はい、花言葉。控え。正解でございます。そう。あ、さあ、ちょっとここでポイントをおさらいしましょう。まず、そよかのが1ポイントずつ、ももちゃんが2ポイントで、グミちゃん4ポイントでございます。秋といえば読書の秋と言われてますが、世界で一番売れてる本は何でしょう。これ結構有名じゃない。はい、あー、まあグミちゃんかな。ハリーポッター。あー、まあわかる、気持ちわかる、そういう気持ちわかる。さあ、おもちゃんいきましょう。え、わかんない、どうだった気がする。不思議の国のアリス。いやー、違いますね。違った。さあ、キャノンいきましょう。グリとグラ。あー、わかるけど違い。はい、おもちゃん。聖書。普通に正解だ。君はリータイミングで。すご
すごい。どこでたどり着いたの？え、あの、聞いたことある。あ、思い出しました。シンプル思い出しました。知ってたものじゃん。さつまいもはもともと甘いですが、うん、あることをするとより一層甘くなります。どんなことをすると甘くなるでしょう？あ、何々をかけて熱を加えるっていう。いける？キャノン。長く。正解。さあ、じゃあ続いてもラストいきましょうか。じゃあラストは3ポイントぐらい上げちゃおうか。なぞなぞにいっちゃおうかな。奥さんが野菜の中に入ってしまいました。その野菜は何でしょう？これね、俺も答えあんま意味分かってない。一回聞いてくる。ママ、妻、はい、なるほどね。なるほどでした。そして奥さんを別の言い方にするとという。妻、ママ、母、妻、ママ。あら、あ、今なんて言った？じゃあ一回俺の顔で言ってみ。ママ、その妻、ママ、母、妻だ。これは、あ、はい、わー来たか。あ、はい、3ポイントだぞ。はい、そよ行きましょう。小松菜。わー、あー違うね。はい、妻。いや、あ、おし、え、はい、でも逆に読まないよね。でも中に入った。入ったけど、でもそれじゃ待つだよね。え、入ってるってことですよね。いい、入ってるのよ、中に。分かったかも。行っちゃう。キャノン行きましょう。さつまいも。違う。野菜。どっちだ。やばい。正解。素晴らしい。あー、でも早押しなのよね。悔しいな。あら、あ、もしかしてこいつ可愛いチャンス使ってんのか。ももちゃん、可愛いかな。もっと赤ちゃんみたいに言われないと。ももちゃん、可愛いか。もっとバブバブされないと無理だな。ももさん、もっともっと、もうデカバブちょうだい。デカバブ。あー、もっとバブ。3ポイント欲しいバブ。あら、はい、ダメ。はい、甘くありません。嫌い、間違えちゃう。さあ、ということで順位発表いきましょう。まずはビリケッツから。正直お話になってません。もう僕は今このポイントを見て憤って、そして腹が立ってます。許せません。許せないブチギレです。第4位、そよちゃん。ブチギレ。ブチギレ。あなたよ、人ごとみたいに言ってるけど。ブチギレ。さあ、続いて第3位、ももちゃん。意外とリードしてるかと思いきや。そして第2位、いや、これ第1位発表しようかな。第1位発表します。第1位はドラムロールちょうだい。君だけトゥクトゥク持ってなかった。トゥク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 ってドダダダダダドゥル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 とかだから。1位はキャノン。優勝はキャノンでございます。やったー。やっぱさ、ラストのね、ラストのさつまいもが。さあ、じゃあ秋の食べ物好き。大好きです。てんこ盛りで、はい、本当にかぼちゃんスペシャルなの。え、これ食べていいんですか？いや、どうぞどうぞ食べてください。はい、どうぞ。いただきます。大好き。大好き。おいしい。幸せ。幸せ。え、うまっ。なんか何入ったの？滑らかで、なんか秋の食材がたくさん入ってるので、なんかこれぞまさしく秋っていう食べ物なので、これを食べなきゃ秋来ないです。あら。わ、残念。じゃあ3年は今年秋なしで。はい、春夏冬です。秋なし。秋好きって言ってたのにね。ほら、美味しい。そうね、四季じゃなくてミキね。ミッキーね、ミキー、はい、あ、ミッキー、あら、あら、なんか多いじゃん。あれ、ちょっと食べちゃう。あら、
ミッキー？わ、ミッキーだ。はい、ミッキーは同じとこに現れないとダメです。同じタイミングで現れません。さあ、ということで、いや、本当はね、なんかあのみんなにも食べさせてあげようかと思ったけど、あのデカ丸が出たので、もう終わってくださいってが出てる。はい、意地悪。まあでも大丈夫、あの終わった後きっと食べれますので。カメラ外で、カメラ外で食べれるんですよ。さあ、ということで終わりました。それではまた来週、さようなら。